めっちゃ降っとる。もう桜散ったけどね。さあということでね、もうなんと今日はセンターに、お掃除センターに。あ、いいんすか？センターにやっぱね。はい、ということでなんとしゅんくんが卒業です。マッショーイ。一人いない。潜在これ潜在潜在なんだ。おお、いやね、あれんくんかっこいい。俺的に漏れとんないけどな。なんとあれんくん2週間いません。あほんまや、2週間いません、あのサボり野郎。さあ今日卒業ということで、まあしゅんくんが MC してくれるわけなんですけどね。はいはい、ね、お疲れ様でした。皆さんお疲れ様です。はい、とりあえず乾杯。はい、お疲れ様です。イエーイ、イエーイ。すげえ、もう卒業。悲しいな。MC っていうことで、てか卒業の時の MC ってどんなんしたらいいのかなと思ったんですけど、うん、なんやろ結構エグい質問したろかなっていう。おお、今日で最後に対してはえ、みんな話やろう。今日最後なんだ。ホスト陣にも対しても、あ、姫様たちに対しても、はい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 、そう。よし、枕話しましょう。行こう。そう、枕話暴露話ね。暴露話ね。暴露話。暴露話じゃん。暴露話。やりましょう。っていうのをね、考えてきたんですけど、案外思いつかないっていう。ね、聞こえますかね ?BGM。はい、卒業の音流れてますか。これ聞こえてんのかな。聞こえてんのかな。いやー、どうしたか。卒業っぽいっすね。やく。審査のために、卒業証書。ちょっと噛みすぎちゃう。小授業少々。小授業少々。少々ないやろ。ないっすね。そう、ないな。まあ、どうでした？1ヶ月ちょいか。うん。いやー、でも面白いですね。うん。面白かった、ナイトチューブ。いや、もう終わりみたいな感じだけど。いや、やっぱもう1ヶ月の感想的な、やっぱね、うん、どうやったのかなと思って。そうですね。めっちゃ期待ですね。結構ね、なんやろ。コメントでシュンとか言ってくれたりとか、うん、はいはいはい、ね、泣きそう泣きそう。嬉しかったりするよね、そういうのね。うん、しんみりになってるわ。いや、もう今日はもうしんみりでいいんすよ、やっぱもう。でも一発目の放送開始の一人一分間自己紹介、うんうん、あ、懐かしいですね。もう一発目、しゅんくんから始まったわけですけど、まあ、あ、そうですね。俺は枕だとか、もういろいろぶっ込んだ、うん、あの日が懐かしいですね、うん、あ、懐かしいですかね。ごめん、泣けねえや。全然泣けねえや。泣けねえや。泣きどころ後半に。泣きどころ後半にやっぱ。絶対泣こうもん、うん、絶対泣こう。やっぱということで、まあでも最後やっぱ楽しくですね。どうしたら楽しい感じになるやろ。いや、もうちょっといいですか、今メモってきたやつ。おお、そうそうそう、やっぱね、考えとったやつをね、メモってきたんですよ。今日はもうなブレイクをもう何でもあり。あ、はい、はいはいはい。ね、ホストの僕たちへの、まあ、みんな知りたいんじゃないかなっていう、はいはい、お客さん本気で好きになったことあるっていう、うん、ああ、なるほどね、はい、この、まあ、短期間の間、うん、お客さん本気で好きになったことあるか。もう女として見て、はいはいはい、もうお前のためだけに俺はもう稼ぐしっていうのあるのかな、みんなは。みんな好きとかダメっすか。あ、俺はまだないっすね、そんな。俺指名してる子に関してはマジで俺もう結婚して勢い一夫多妻制や結構じゃあ、ないっすね。日本ね、一夫多妻制したよね。
まあ間違いないですけど、ほんとでもまあありっちゃありっすよ、ホストの中やったら、うん、もうみんな好きやし、うん、どうかさ、うわぁ、いかねぇ、やっぱね、もうじゃあ飲まない、なんかやってらんへん、そう、ここでお酒を飲むのもしゅんくん最初やったしね、もうそう BGM が泣きそうやもん、あいい、聞こえてるんかな、画面の向こうにはこの音、ね、これもうシクシクってやったら絶対バカにしとるやろ、こいつみたいな、いやもうね、多分なんか卒業した人の番組かなんかできたりしたらまた見てくださいね、みんな、あいいですね、うん、そうだね、もしできなかったら多分まだしんくん出ると思うんで、うん、でまた新しいメンバーが入って、うん、なんか何もできてないままっすもんね、うん、みんなで花見しようとか言ってたんですけど、確かにそうですね、そうだ、花見た時には卒業っすからね、もう、うん、ほんともう泣いちゃうよもうじゃあお客さん本気で好きになったことありますか？あ、俺まだない、はい、あー、ないです、やっぱえ、ある、どうすか、全然ある、全然ある、なんか仕事を忘れさせてくれるぐらい自分のこと考えてくれるような子に出会えるっていいっすね、うん、いいっすね、何やろ、他の担当さんがおるとか言うとったり、はい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 、はい、やっぱそんなんええやんみたいな、でもなんて言うやろな、うん、やっぱホストに対するイメージとかすごかったくないですか、うん、混ぜ直せるとか、そう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 、いやーね、もう新速報来たよ、もうやばいっす、マグニチュード、そうね、地震怖いね、あー怖いですね、九州の人いますかね、あ、九州、九州の人、九州から見てる人おらんやろ、逆に地震とか怖いけど、もうほんとな、危ないよな、ください、みんな泣いてくれてますよ、うん、涙腺がシクシクシク、だんだんシコシコになってくる、シクシクシクっつって、もうみんな、え、あれ、この本気に好きになったことあるかと、はい、あとは何があるんですか、あのね、視聴者の皆さんの質問、はい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 、はい、あー、はい、ホストに実際行くじゃないですか、初回とかで、はい、実際私、初回嵐やわっていう人います、私結構初回嵐やわっていう人、ああなるほどね、本気でこう担当探すとかね、いるんかなと思って、うん、まあでも、え、あれ初回嵐とはその初回ばっか行くの、そう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 、もう担当なんて作る気ないよっていう、ああなるほどね、私初回嵐だよとか言う人、お前おったらコメントしたらウケるけど、まあでも某有名ホストさんを言ってたっすよ、初回嵐やっていう子ですらも自分の虜にしてしまえばいいと、あ、まあ、そういうね、こう素晴らしい、ね、指名もらえる能力がないから初回嵐だって逃げるんやって、もう有名ホストさん言ってました、あそうだね、そうそうそう、いい違いない、間違いない、まあね、なんか冷静に考えたらね、好きやったらその人ために頑張れるし、はい、うん、初回嵐も大事でしょ、うん、そうだね、確かに、で初回嵐しに行くつもりで行ったら案外男前おって、その男前と寝てしまったっていうのもある来い、私そうだよ、あるやっぱあるんか、あったりね、じゃあ逆に初回でエッチしに行ってる子いる、ああそうそうそう、エッチ目、もうなんだったらホストにもう私は枕だけを求めに行ってるよっていう、なるほどね、やっぱいるんだ、うんうん、ちょっとね時間早いけどね、いやもう全然あるっすよね、やっぱ他にないイケメンたちが揃ってるとこですからね、うん、初回でも枕してくれるの、うん、時と場合によってはっていう言葉を僕以外の3人が言ってました、はい、俺マジな話、俺、ま、基本お店にいてヘルプだろうと俺のお客さんの隣だろうと俺基本勃起してるんだけど、この間そのトイレ行った時に、ま、勃起したら、ま、こう、じゃあ勃起してる時正面しずらない、え、しずらない、うん、ああ、しづらいっす、しづらいっす、めっちゃしづらいな、で俺、火星方形なんだけど、そのまま立ったら、めっちゃ言うてやん、立ったら、立ったらやっぱこう、頭が出てくるの、なぜなら火星方形だからね、あーなるほど、で、その出た時に本気で、もう漫画みたいやけどそのチャックに挟んだの、やば、
したらなんかもうこの通称裏筋と言われる、うん、ガッて光ってもう今何もうオナニーしたらもう全部むけちゃいますぐらいの勢いでマジで痛くて、じゃあちょっと当分ね、おうエッチできねよいしょ、ドンマイ。たぶん、サンジ君、今日も飲みたいんすか、やっぱ、うん、今日もやっぱなんか飲みたそうだよ、ね、な前回大丈夫でした、めっちゃ飲んだんすけど、もうあのせいかもしんないですけど、俺あの日バースデー だったんですよ、うん、先輩の、うん、ああ、はい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 、マジ潰れたっすわ、俺潰れた。いいよ、なんですか、やっぱエンジンかからんとね、うん、じゃあ、ちょっといいかな。なるほどね、今日も行きます。おお、今日は落ち欲しかった、もうちょい落ち欲しかった。もうワンテンポ、ちょっとチンコの落ちですか。てか、なんで靴、あ、これ靴じゃないですか。え、これってスリッパっすか。そうっす、マジか、ちょっと履き替えてこれ。これはもうグイやわ、やばいっすね、これはグイやっすね、これ見て、こう画面越しに伝わらないミス。あの人今、土足でここ来てましたから、今シュンさんはいつナンバーワンになるか宣言してくださいよ。いつやろな、宣言してください。どうやろう、まあ、やっぱエースっていうか無難にお金を使ってくれる人が 3,4 人できてからじゃない、やっぱり、うん、ナンバーワンにはなるんじゃない、うん、なると思う。そんなうちのお店、お店はお茶がなかった、仕事できる人いないと思ってるんで。おお、いいよいいよ。そう、でもこれ、うんうん、全員同期やから言えること。はいはいはい、あ、なるほどね。そうそうそう、いやもうやっぱね、卒業してもやっぱ舗装過ごしで見てるんで、やっぱうんうん、まあたまには遊び来てください。そうですね、来てほしいですね、うんうん、なんかもうね、しゅんさん顔イケメンだもん、うんうん、顔じゃねえぞバカ野郎。そう、顔じゃないんだ。顔じゃねえぞバカ野郎、うん、ホストって勢いが大事。そう、イケメンが3時間で飽きるから。そう、結果ね、ハートトゥーハートやから勢い、うん、勢い、なんか、なんやろうな、うん、セックスするときはやっぱ顔から入る人多いと思うけど、うんうん、飽きるんじゃない女の子たちも、やっぱり。てかマジで未だに連絡来ないんですけど、これもう毎回言おうと思ってもう決めてんだけど、俺ら LINE しろや、ほんまや、おい LINE しろや、間違いない、 LINE しろや、結構な人見てんだろうよ、 LINE しろや。なんか初回とかでもいいから、ニコ生見ましたって言ってくれたらね、多分あの、うん、なんか多分安くするっすよ。しますよ、もう旬には LINE したわ、来てないわ、うんうん、誰だ誰だ。てか実際にそのお店にいたって人いる？ニコ生からですか。うん、うん、ニコ生見てお店行ったよっていう人います。サンジ君とこ行った。サンジ来た。え、だって誰来た。来たです。初回でニコ生見ましたって、うん、来たっす。マジか。じゃあけど話したらすげえ嫌われた。もう話したなるほどね。嘘。あの本当セース来てニコ生見ましたって、うん、そう、うん、普通に来てほしい、うん、来てほしいですね。お茶もない。お茶ないですよね。ノエル君のとこ来ました。いや全然聞かないですね。センスこそ来そうなのに、うん、本当それ、うん、俺思った、うん、なんか言って示したりしてるって逆なら、ああなるほどね。した後に出演するっていう逆ならある。ああそういうこと。いやマジ来たら本当ちょっと安くするっすわ、うん、ちゃんとでもその代わり連絡してくれないとできないから言ってね。そうやな、間違いない。飛び込みで入ってきたらもう入れないから、今多いから。センス行ったら何サービス。はい、テキーラは、うん、指名の人だけやから。え、そんなサービスあんの。そうっす、一人一杯だけね。ああ、なんかテキーラとか本当一杯だけこう、はい、初回とかにはそんなない。めっちゃいいやん。からも結構初めから上がれる感じ。そう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 、そうね。だからもう普通に初回で来るんだったら、でも今もう90分5000円とかなんで、まあちょっと、うんうん、じゃあ俺もテキーラサービスするよ、自腹自腹自腹営業。全然だからもう連絡してくれないとわかんないから、枕サービスは早いわ。でとりあえずじゃあ一旦ね、前半終わりで、はい、CM どうぞ。
な俺だけど、一生かけてあなたを幸せにします。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインク熱いね。イオンインク。15分でシュン君いなくなるよ、もう。おあれ、もういっぱいコメントしてね、みんな。まあ、もう1ヶ月見続けたんだから。来週も出んで、そんな感じまだおめでとうとかなんもないからね、うん、そう、学生時代のシュン、本当にいなくなるよ。卒業あるある、なんか思い出あります？高校行きました、みんな。ある。高校行きました。学生あ、卒業あるある。先生の最後の挨拶みたいな時に、もう先生が言っていることを全部がもう全て身に染みてきて、あー、わかるわ。あの誰か泣き出したらみんな便乗して泣き出す。わかるわ。もらい泣きね。うん、そう、だもらい泣きはやばかった。いやで、俺名字が森本なんやけど、はい、もう最後の方やん。もう絶対みんな、もうみんな号泣した後に俺だけ、みんな、そのなんていうの、最後にもらいに行くときだけ、うん、もう泣きながらもらいに行ったっていうのが結構思い出。いや、思い出すな。あるある。あと、あの学級委員とかがこうサプライズでクラス戻ったときにお花みたいなね。うん、ああいう。そう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 。いや、絶対俺泣かなかったよってやついるんですよ。ああ、絶対絶対必須は。絶対一人いる、うん。それが俺だった。中二病だマジで。いや、俺もそのつもりだったけど、やっぱ泣いたっすね、もらい泣きしちゃったっす。泣く泣く。先生が泣きながら、うん、泣く意味が分からなかったもん。うん、もうその時の思い出、その具合のミスチルのギフト。ギフト。卒業ソング、なんか、どんなんやったっすか？結構、多分地方で変わると思うんですけど。卒業ソング？卒業ソング泣いたかな？桜。森山直太朗の桜。ああ、おいしょ。森山の桜、卒業式の日や。俺はあのエグザイルの道。やば、これはもう道いますやん。もういや、ほんと、もうだからもう結構そのラストンとかやってもカラオケで未だに歌う人結構おるんですけど、いや、思い出すね。もう一人で勝手に。ああ、3月9日ね。千の風になったらやばい。千の風になったらちょっとあの絶対今受け狙ったなと思ってた。うん、最近接客中に横向きながら接客してって言われるんだけど、横顔がイケメンやからって言われて、あ、目を見らんない。どうしたらいい、どうしたらいいの。目を見ない、見ないでと。うん、もう正面はいいから横顔だけ見て接客してみたいな。それめっちゃいいじゃないですか。それかっこいい人の悩みっすよね。どうなんけど、まあ俺レベルになるともう、なんだろう、もう目も合わせられないとかじゃなくて、もうイケメンすぎてツラになっちゃうみたいなですね。グイグイ。いやー、ツラいっすわ。なんかあの、会った時でなんかイケメンは飲めるって言ってたんで、グイグイ先輩がイケメンは飲めるって言ってたんで。いや、見てこの2ミリ、5ミリ、5ミリ。ねえ、また今日も華麗にね、潰れてもらいましょう、もう営業中にね。で、この中で誰が一番お酒強いんやん。あー、誰だろう。いや、俺自信ないわ。多分その自信ないわ。プライベートとかやったら鬼弱いんやけど、ほんと。やっぱ酒強い方がいいね。うん、あ、誰強いんだろう。え、じゃあみんな、あの外見だけで一番誰が酒強そう。外見、あ、あれあります。ゆうたくん、30。みんな水、水あるもう、いるしかないっす。みんなお酒いけるよ、全然。うん、3時おぉ、いえ、ゆうたはよそ。おぉ、仕事できるね。おぉ、いいよいいよ、仕事できるんだ。いよいよ、ノエルは、てんてんてん、はい、なんや、なんや、なんや。ノエルくん、弱いの。いや、俺、多分、結構普通っす。へぇ、飲み出すと、結構普通。え、しゅんさん、自分でどうすか。仕事中はめっちゃ強いと思う。あ、仕事中は、確かに。そう、マジあるある、休みめっちゃ弱い。休みは、もうなんか
ビールいっぱいでもう結構ほろ酔い。あ、わかるわ。アフターとか、アフターどうやろう。俺アフターもそれをまあ姫の前は常に気張るけど、なんか不思議なことにもう店出たらダメだね。そう、気は張ってるつもりだけど。でそのままホテル行くんや。そこ真面目。ね、もう今日ガチトーンでバーンと言ってほしい。なんか俺すぐ何でも言っちゃうんだけど、やめてって最近言われてきて。どういうこと？そういうこと言わないで。そのキャラ全然いいです。その言っても三時ホテル行こうよって。どうせグイグイだけど、俺思ったんだけど、ホストクラブって夢を見させるってよう言うでしょ。はいはいはい。もう俺それはね、もう古いと思う。もう俺は夢じゃなくて、おお、みんな聞いて聞いて聞いて、これ聞いて、これもう名言。はい、夢じゃなくて最高の現実を見させるのが現実。はい、神がグイ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 。わー、これはしばらくここいそうやな。もうグイグイ現実中、現実中、現実中。あーもう可愛いよ。ね、これ女子受けねえだったよ。もうやっぱね、イケメンのギャップってやつね。こういうとこね、ほんと現実中、うん、使うわ、そう使うわ。わざとね、わざと可愛く見せようとした。この顔だから俺可愛いってまず言われないの、この悩み。俺マジで可愛いって言われたことない。何系って言われる？俺ワイルド系って言われるけど、めっちゃピンとこないワイルドって。ワイルドって何？いや、ゴマアザラシみたいな顔してる。俺っすか？結構なんか小動物みたいな。俺結構アンパンマンって小学6年生の時に言われて、はい、まあ今はまあベッカムだと。俺はアンパンマン、アンパンマン、アンパンマン似てるって言われて。アンパンマン侮辱しすぎちゃう。それアンパンマン国民的ヒーローっすよ。てかもうほんと、え、けど可愛いって言われる？いや、言われない言われない言われない。絶対言われないですね。ああ、同じタイプや。俺は、うん、あんまそういうのよ、うん、たまに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 俺。てかめっちゃ気になるから、これ見てる人たちってどういう人なんやろ。私、夜の仕事だよって人いる？うん。この時間だから主婦の人なんかな。お昼です。あー、なるほどね。あ、でもやっぱこうやって見てくれるってことは、やっぱ少しは新人ホストとかに興味があるってことなんかな。うんうんうん、うん、なおさら、もう連絡して、それしか言わんもん。よろしくだよ。あ、ちょっとそろそろ卒業モード入ります。そうやな。てかもう、なんやろさあな、ほんと今日この後なんや、担当のとこ行くって言っとるけど、担当ブッチして僕らと同伴してくれる方はやっぱゴジラ前に集合してほしい。それはやります。ちょっと違いない、30分待ちますよ。30分待って、4人で、4人で待ってるじゃん、ゴジラ前に。おー、え、マジ来そうじゃないっすか。え、マジやりたいんやけど。え、30分じゃいいですか。うん、え、大丈夫ですか。俺、5時なんすよ。あ、前ですか。そうなんすよ。え、え、ちょっと、え、時間、大丈夫なんすか。俺、6時出勤です。あ、そうなんすか。じゃあ、うん、お願いします。え、30分待つから。え、待つ待つ一回来てよ。どこで待つ？ゴジラ前の、あの、じゃあゴジラの目の前で。あ、あのゴジラの正面から見て右側にカフェみたいなとこ入ってるじゃないですか。あるな、あのペットショップの向かい、あそこにちょっと座れるスペースがある。ああ、なるほどね、なるほどね。あそこでちょっと気取っとく。こうこんな感じで座って来るかな。え、全然やりたい、全然やりたい。うん、いや、これやりてえ、うん、俺は誰に連絡したらいいのって。もうその同伴したい人と連絡してくれればいいよ。全然、うん、歌舞伎の人たちいるんやったら全然連絡してほしいし、連絡したらいいんじゃん、もうこれ、うん、これ来たら面白いね、ほんと、うん、やりたい、やりたい。やります。面白い、面白い、やろう。でもこれ来たとしても来週俺おらんから、それについて語れやん。あ、ちゃんと語るっす、そこは。うん、俺が面白く、ね、引き継ぎ、うん、ゴジラ前に行くよ。4時半から、ね、4時半から5時まで。4時35分から俺は。じゃあ全然もうほんと、え、歌舞伎の人おるんかな、全然来てほしい。どんな層が見てるんやろってめっちゃ気になる。めっちゃ気になりますね。なんだろう。え、ちょっと見バレするの報告してくださいね。あ、待ち合わせの場所バラバラ。ああ、そういうことね。え、どういうこと、どういうこと。待ち合わせするところをバラバラにして、例えば3時の締めのお客さんが例えば俺のとこ来たいみたいな。
まあ、っていう子が多分大半やと思うから。いや、いいよ、許そう。もう そこはじゃあもう許そう。いや、やばいやろ、それ。え、やばいっすか、うん、バラバラにじゃあ、行きましょう。え、別にバラバラで行こう。ちょっとね、50メーター間隔ぐらいで。じゃあ、自分のビルの下とかでいいんじゃない。あなんか担当にバレないかって別にね、ホスト何百人とおるんだから別に一人に縛ることない。いや、なんかそれだと面白みがないな。なんかこう、みんなでいるから面白いみたいな。あー、なるほどね。ニコ生の人たちはってなるかな、うんうん、なるかな。いや、そんなどうやろ。マジで目とつ、目とつ誰？あ、目とつですね。あ、ゆうたくん目とつ。はい。じゃあバッティングセンター、ね、俺 G2 っす。 G2 B です。もうすぐそこっすね、ほんと。シュプリームはどこなんですか？シュプリーム、立花。あ、そうなんすか？立花ビルです。え、めっちゃいいじゃないですか。めちゃくちゃいいとこっすよ、場所は。立花めっちゃ広そう。あれは、ルシエルはどこなんすか？なんなんだろうな、あそこ。え、難しいな。嘘やん。え、自分のビルの名前わかんないですか？わかんないですね。じゃあ、まあ、ボスボスで検索して、もうやばいやろ。それはやばいな、自分の見る。わかんないな、いな、俺そう言われれば。住所もわかんないな。俺だってビルの名前知ってんの、すすきのに第7京和ビルっていう、もうあの風俗のジャングルって呼ばれたビルがある。第7京和ビル。風俗のジャングル。そのビル行ったら、あ、風俗や、なる。めっちゃ面白い、第7京和ビル。え、マジで。そうなの。な、じゃあ、マジで来てほしいです。やば、1分前。いやあ、あー、やべ。いろいろと皆さんありがとうございました。涙が止まらん。楽しかったです、普通に。うんうん、まあ、適当に顔出したら顔出しますわ。あ、ほんと悲しいわ。ゴジラビル、まあゴジラビルにしようか。ゴジラビルね、うん、そうですね。ゴジラの、ゴジラ前でみんな、うん、語ってますわ。だからこれで視聴率減ったらあれだから、ちゃんとみんな見てね、うん、本当に今日はちょっとしんみりしちゃったっすけど。あ、シューさん、じゃあ30秒前、30秒。いや、もう言ったし、俺もういろいろと、もう長いく最後20秒。うんとね、実際のところもう今月ナンバー危ういっす。あ、じゃあ今月入んなかったらまた参加しましょうじゃん。あ、いいっすね、そのパー。あ、そうやな、それ、うん、いけるならそれ行きたいかな。ちょっとしんみりしちゃったんですけど、来週はね、またバチッと盛り上がるんで、多分新しい人も入るんでね、はい、あ、そう、新しい子入ります。じゃあね、みんな。ぶっている感覚に投げかけるすべもなく、たまり込んだことにすがる何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで使い込んだため、ブラックタに紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れているんだよ、息もせずに。壊れてゆくこの街で僕らは無力だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。